はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。三国志13バープギット趙雲での侠客でのプレイ、続きをやっていきましょう。まずはですね、動詞を少し集めていきたいなというのがあるので、動詞集めに奔走していきましょう。論議をして少しでも親近感を植え付けましょう。でここでシナリオが入りますね。反董卓連合の崩壊後、袁紹との関係が悪化した袁術は袁紹討伐の機会を伺っていたということで、ここからですね、少し見ていただきたいと思います。下船。容易ではありますまい。少し良いですか。我が策見せる時ぞ。全軍勝つべくして勝つのだ。チッ、押されているな。進め。報告いたす。構わぬ。承知いたした。者ども、我が指揮に従え。さあ、今の戦いで袁術と曹操の、勢力的な力関係が逆転したような形になりましたかね。この後ちょっと見てみましょう。で、新たな武名依頼が発生しましたということなので、ちょっとこれをね、先に見ておきましょうか。お、民から、おい、あんた趙雲だろとかってね、かなり軽々しく呼びかけられてますが、村長が役人に捕まっちまった。あの方は誠実で村のみんなに好かれている。無実の罪を着せられたに違いねえということで、この村長を救出する作戦ですかね。さあ、それでは南皮へ帰還しろっていうのがあるので、ちょっと南皮へ帰還もね、この後見ていきましょうか。論議がもうすぐ終わりますので、これで80になったな。でこれ以上仲を深めるには絆を強くする必要がありますと。でちょっと街中の訪問で見ておくと、関仙とは親近感が80まで来てますね。で紀陽に関してはまだまだで、円太に関しては話にならないっていうレベルですね。なのでまずは関仙を同志に引き入れましょう。でその後紀陽って感じかな。
で、そしたら南皮帰還というのがあるので、南皮戻りましょうか。戻りましょうっていうのもあれですけどね、南皮に一度移動しましょう。さあ行こう。で、その後キヨウの元に行って、きっちりと絆を結んで同志に迎え入れましょうか。さあ協力に戻って、訪問で企業の元を訪れていきましょう。これで絆が結べるはずかな。絆依頼が発生すればいいんですが、何、宝物をゲットしてこいってか。まあ、この依頼を受けない限り、達成しない限り、同志に引き入れることはできないですからね。さあ、じゃあ都市を回っていきますか。名品購入特にないね。まあ、酒でも一応買っときましょうか。お金にも少し余裕が出てきましたからね。さあ、では宝を探しに行くと言いつつも、金近いところから重点的に回っていくか。じゃあまず官僚あたりに行ってみますか。さあ行こう。街中名品購入、名品購入。あれ、何、いきなりあるじゃん。ちょっと待って待って、これが欲しいって言ってたもの。質、質ってそもそも何っていうところからですけどね。いや、え、マジで、条件達成したし、あっさり。早っ。いやー、これは大きいですね。まあ、せっかく来たんで、略奪はちょっとさすがにしづらいんで、どうしようかな。徴兵でもしときますか。せっかく来ましたからね。新たな文明依頼が発生してるけど、これはあれかな、巨録に戻って報告すれば済むの話かな。ギャッ、親近感が減っちゃいましたね。さすがに炎章の領地で徴兵を行ったんで、まあ、ここは一騎打ちで俗称を討ち取りましょう。まあ、俗との趙雲の方が圧倒的に強格としての地位は低いですけどね。さあ、攻撃攻撃攻撃か。まずそうなると確実に攻撃に対しては必殺をいきなり当てて、でその後何撃ってくるかわからないけど、まあ、攻撃しとけば無難でしょうと。全部攻撃当てとけば確実に勝てる相手ですね。さあ、金を置いていけ。では訪問しましょう。
幹線のところに行きましょう。幹線殿、お喜びくだされ、ついに質を手に入れましたぞ。この質って何なんでしょうね。さあ今後幹線は、右腕として働いてもらわなきゃいけないですからね。そしたらこの後なんですが、どうしよう、迎え入れましょう。まあ幹線なんですけどね、同社は絆武将か、絆武将の絆武将で編成された特別な武将たちです。画面左上の動詞で編成できますということですね。今まさにその編成画面を見ていただいていますが、同社を編成すると常に行動を共にでき、主人公と同社の異名に応じて全員の能力が強化される同詞効果が発動。お、いいですね。じゃあ早速同詞編入しましょう。さあ同志を迎え入れて新書を送れる武将が出ましたね。そしたら誰に新書を送るかなんですが、誰に送ろうかな。おお、戻っちゃいましたね。ちょっともう一度確認していきましょう。誰に送れるかというと、幹線を口説いたことによって、巨勇か。ちょっと能力値とかも見ながら慎重に考えていきたいですね。統率は低いけど知略は高いっていう感じかな。で器用に関しては身分は一般で8品官、まあどれも盆栽っていうのかな。統率も政治に至るまで特筆するような能力は持っていないな。で長官は7品官で、まあ統率は72、まあそこそこって感じかな。で能力的にもまあすごくいいっていう感じではないけど、どうだろう、他を送れる武将っているのかな。良い子ね、官挙士、長藩、これといった武士はいないけど、まどうせだったら若いやつの方がいいと言えばいいからな。ま今後のことも考えて、ま試しにこの器用に送ってみましょう。でさらに送れるんだったらガシガシ送っちゃった方がいいよね。仲間は多い方がいいからな。なるほど、今は送れない状態になってるな。じゃあこれで一旦ターンを送っていきましょう。ターンというかまあ進めていきましょう。でさらに手助けができるので、企業に対して手助けをしていってあげましょう。失礼する。ありがとう。で、あとは徴兵をしておきましょうか。
申し上げる。もう一人ぐらいやっぱり同士いた方がいいよね。最低でも二人、まあできれば三人同士が欲しいな。使徒王院は艦長をないがしろにする董卓の戦王に深い憤りを抱いていた。ある夜、王院は鍵朝鮮を招いた。朝鮮がね、すごく可愛らしいんですよね。そなたのことは娘同然に思い育ててきた。しかし天下の人民のため辛い思いを強いること許してくれ。王院様へのご恩返しができるのであれば、この命さえ惜しみはしません。どうぞ何なりとお申し付けください。よくぞ申してくれた。国賊董卓とその片腕たる呂布、あやつらを撃てるのはそなたしかおらぬ。後日、王院は呂布を招き宴席を設けた。王院が呂布を褒めそやし、呂布が上機嫌となっていた頃、実は呂布殿にぜひお引き合わせしたい。ここは朝鮮をめくる董卓と呂布の仲違いを起こさせる策ですね。これは三国志13と多分変わらないイベントの内容になっていそうです。お初にお目にかかります。王院殿、こちらは我が娘朝鮮でございます。さあ朝鮮、呂布殿に舞などご覧に入れなさい。はい父上。呂布様、お見汚しとは存じますが。流し目、呂布殿、もしご迷惑でなければ我が娘を呂布殿のおそばに置いていただきたいのですが。何、朝鮮王か。まことに良いのだな。天下無双と名高い呂布様にお仕えできれば何よりの幸せです。どうかおそばに置いてくださいませ。迷惑でなどあるはずがなかろうが、喜んで朝鮮を我が元へ迎えよう。ありがたき幸せ。それでは吉日を選んで送り届けますゆえ、しばしお待ちくださいませ。呂布は上機嫌で帰って、まあそれは上機嫌だよな。その姿を見送り、王院と朝鮮は強くうなずく。そしてさらに後日、わしのためにかような宴席を設けるとは殊勝な心がけぞ王院。もったいなきお言葉。董卓様はいずれ天使に昇られるお方、お迎えできて妨害の幸せでございます。めったなことを申すな。だが時来たらば、そなたの功には報いよう。ああ、これは褒美をねだるような真似をしてしまいました。不遂のお詫びに我が娘の下部を献じましょう。ほう、そなたの娘とな。では早速、朝鮮、これ。お目にかかれて光栄です、董卓様。拙い舞でございますが。なんと美しい。舞う様はまるで花のよう、歌う声はまるで鈴が鳴るようじゃな。
身に余るお言葉でございます。よいよい、それよりもっと近くに寄らぬか。その美しい姿をわしによく見せてくれ。お気に召されたようですが、もし董卓様さえよろしければ、この挑戦をおそばに置いていただきたいのですが。なんと、それは願ってもないこと。では早速連れ帰るぞ。よいな。はい、どうぞお連れください。挑戦しっかりとお使いするのだぞ。はい、お父様、必ずよ。しばらくすると、玉が血相を変えて王院のもとへ怒鳴り込んできた。王院、貴様この俺をたばかったな。呂布殿、何事です。敬愛する呂布殿、それがしがたばかるなど。黙れ。ならばなぜ挑戦を父董卓に差し出した。そのことにはお詫びの言葉もありません。挑戦は呂布殿と言い交わした仲と、董卓様にはご容赦を願い出たのですが。何？では父が無理やり挑戦を連れて行ったと申すか。そうでなくばどうして、それがしが呂布殿との約束を違えましょう。董卓様、あまりに豪態な。そうであったか。いいよ、乗れ董卓。いつの時代もやはり女性を中心に回るんですね。長き慣れり、挑戦、あとは頼んだぞ。さあ、そしたらですね、この後はすまない、ひたすらに訪問を繰り返して親近感を高めて同志に迎え入れていきましょう。よくぞ参られた。ま、論議に応じてくれるか。そうなんだよね、在野の武将だったら間違いなく言ってくれるんだけどね。さて、そうなると在野の武将を探して、まあその同志に迎え入れる方が、まあ、確実なので、在野の武将がいる場所を探していきましょう。中山に一人いるな。よし、じゃあまずはこちらに移動していきましょう。さあ行こう。でここで出会う必要があるので、まあ、依頼受注から見ていくか。信用で内密の取引がありということですね。まあ、ここは依頼は受けておきましょう。策がある。わからん。じゃあ、まあ、宴会を催しておきましょう。よろしくな。以後、よしなに。で、これで訪問できる武将ができたはずなので、訪問できる武将を探していきましょう。まあ、在野が、まあ、間違いなくいいので、そういう意味で言うと、少縮、統率65、武力76が、やっぱり強力挙の方がね、圧倒的に能力値的には統率も含めて高いですけど、ここは、小職に的を絞りましょう。そちらの方が、まあ、在野なので圧倒的に。なんだお
めえか。申し上げます。親近感を高めやすいですからね。でその間に巨録では徴兵を繰り返し繰り返しやっておきましょう。なんだおめえか。ちょいと考えたんだが申し上げます。よし、兵力は順調に集めてるな。そしたら徴兵を引き続きやってもらいましょう。報告します。順調に小職との、なんだおめえか、論議を繰り返していきましょう。まあ、同志は最低やっぱり2人欲しいですからね。まあ、これ以外に一気に親近感を高める方法があれば一番いいんですけどね。やっぱ訪問論議が一番手っ取り早いのかな、そう考えると。で80まで高めたら一度信用に行って、どうしたんだ、依頼をこなしておきましょうか。武名がまだ20で全然上がってこないんで、武名をある程度高めとかないとこの後俗王への道が開けてこないですからね。あとはまあ都市の解放とかもね、できればしていきたいんですが、そのためにはやっぱりそれなりの兵力が必要になってくるので、兵力集めに効率よくするにはやっぱりその戦闘系の武将をね、仲間に入れておきたいですよね。で一度手勢の訓練を入れておきましょう。報告します。でこちらは引き続き小職に対して訪問を行います。これで親近感が80まで高まったはずなんで、この親近感80をもって絆武将として迎え入れましょう。どうしたんだ、聞いてくんねえか。申し上げます。これで80まで高まったけど絆イベントが起きないな。なぜだ。そうか、依頼があるからだな。じゃあ信用に先に行っちゃいますか。そしたら信用へ向かいましょう。で信用がどこにあるかというと、ちょっと分かりづらいので都市で見ちゃいましょう。信用はここに花代、陳竜、洛陽、巨匠があって、で行、勝敗、回避、どこだ、信用、信用あった、ここですね。じゃあここに移動しちゃいましょう。董卓に朝鮮を奪われて以来、呂布はうつうつと過ごしていたが、ある時宮中の褒義亭で朝鮮に出会った。呂布の姿を見るや朝鮮はハラハラと涙を流した。たまらず呂布は駆け寄り朝鮮を抱きしめる。お会いしとうございました。あのような鬼畜の手にかかり、鬼畜の手にかかりか、もはや生きるの身もありませんでしたが、ただ最後に一目呂布様にお会いしたかった。これで思い残すことはございません。鬼畜董卓討つべしって感じかな。言うや、
池に身を投げようとする長仙を呂布は慌てて引き止めた。待て、お前を死なせたなどなるものか。呂布様と結ばれる望みがない以上、私は生きていても意味がありません。それは俺とて同じ。お前を二度と話すものか。けれど董卓がいる限り私たちが結ばれることはありません。そうだ、董卓、あいつはこの俺が董卓を討つ。まことでございますか。本当に私をあのけだものから救い出してくださるのですね。必ずだ。約束しよう、長仙。あと少し待っていてくれ。呂布様。呂布と長仙の密会を目撃した董卓は激怒。呂布を罰さんと腹心李儒を呼びつけた。あの裏切り者めが、わしの女に手を出したからには生かしておける。お待ちくだされ。呂布殿は天下無双の猛将、一介の女子と引き換えにはできませぬ。ぜえ、もっともではある。呂布めの罪は不問にしておくから、お前がうまくなだめておけ。いえ、ここは度量の広さを示すためにも挑戦を呂布殿にお与えください。さすれば呂布殿もさらなる忠誠を。たわけたことを抜かすな。貴様は己の妻を人にくれてやるのか。次に申してみよう。お前とて切り捨てるぞ。ああ、我らは女一人の手にかかって滅びるのか。間もなく検定から董卓に禅譲するとの知らせが入る。喜び勇んで宮城に向かった董卓だったが、わずかな友を連れて宮門をくぐった董卓。しかしそこでは武装した兵が待ち受けていた。なんじゃ。剣を持っておるとは何事か。董卓死す。呂布は直ちに長仙を妻に迎え、王院は官室の最高に乗り出した。しかし董卓残党の逆襲は凄まじく、王院は討ち取られ、呂布もまた長安を落ち延びる結果となった。良き日和ですな。お、プラス5か。まあ、ただね、在野じゃないとこちらの思うタイミングで親近感がね深められないですからね。長子龍、申し上げます。聞くだけは聞くといたしましょう。さあ、商人相手にどうなるか。まず大主張で来るわけか。まあ、大主張には大主張でぶつかっておいた方がいいでしょう。長子龍、押して参る。それでは義に戻りましょう。なるほど、そういう見方も。さあ次は、事実このようなことが起きた。なるほど、大主張を打っとけば間違いないでしょう。それでは、なるほど、そういう見方も。で、あとは反論しか持ってないので大反論を打って、それでは、なるほど、そういう見方も。最後も反乱なので、反論なので決まりですね。一件落着。完全に解き伏せたな。さあ、では
戻りましょう。中山じゃなくて長山でしたね、失礼いたしました。長山に戻りましょう。お、絆が成立してるし、マジか。そしたら同志に迎え入れましょうか。ああそうか、違う勢力の武将は同志には編入できないですもんね。ってなるとやっぱり在野の武将に入れていく必要があるんだよな。まあ、こうやって在野の武将たちを集めていくしかないね。で依頼をこなしていきましょう。で次に在野の武将がいる町を探していきましょう。南皮官僚、あんまり離れすぎるとそれはそれでねちょっとめんどくさいですからね。あ、課題に一人いますね。じゃあ課題へと移動していきましょう。さあ行こう。そしたら例によってまずは依頼が何かあるか確認しましょうか。なるほど、じゃあ行に後で行きましょう。でそれはそれとしてだ、宴会。放っておいても絆がこの後できるはずなので、先にこちらの在野武将誰がいるか確認しておきましょう。まだこのゴトンは前回来てくれなかったもんね、宴会に。じゃあもう一度宴会をゴトンが来るまでやりましょう。お、小食とかよろしくな。できましたね。で、5トンも来たと。よし、順調だな。そしたらまずは小食を同士に引き入れましょうか。自分と絆を結ばなきゃダメか。なるほど。そしたら一度めんどくさいけど街中でうだうだするのはやめて、まずは中山に戻って、さあ行こう、絆を結んじゃいましょう。絆依頼って、待て待て待てってなると先に行に行く必要があるな。行に行って、依頼をこなしてから中山に戻った方がいいですね。ではが発生している場所、行はどこだ。あったあった、ここですね。移動しちゃいましょう。
一騎打ちはサクッと勝利していきましょうね。超支流の槍受けられるか。まあ必殺攻撃攻撃攻撃でいきましょう。まあ、ここまで武力差があると何も考えなくていいっていうのは楽ですね。貫け抜って。さあでは課題に戻りましょう。さあ行こう。でこっから中山へと移動していきましょう。で徴兵をしていきます。報告します。でここで新たな同志を迎え入れに行きましょう。街中訪問で小職。なんだおめえか。おっとここではどうだ。絆がまだ生まれてない。どういうことだ。ちょっともう一回論議してみるか。ちょっと確認しましょう。訪問で小職は在野で親近感が80、面識もあるし今依頼も受けてないんでどうだ。これを見る限りだと新書は今送ってる最中だから何も起きないのかな。まあそうだといいんですけどね。そしたらここで徴兵でも入れときましょう。やるぞ。やるぞ。あ、絆が成立してる。よし。これで同志に迎え入れられるはずだぞ。同士に編入できたね。始めるぞ。そしたらこの後ですが、徴兵が終わったら移動していきましょう。課題に戻りましょう。課題にも在野がいましたからね。さあそしたら今紙幣の最大が達成されてしまったというのも出ていたので、紙幣の最大を増やして、手製の訓練も入れておきましょう。報告します。で長雲自体は、まあ、本拠地に戻るんではなく課題へと移動していきましょうというところなんですが、まあ、少し時間が長くなってきましたね。まあ、今回はね、同志の獲得も、まあ、成功したというのもありますし、まあ、キリもいいし、時間も、まあ、いいところまで来てますので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいなと思うんですが、まあ、方針としてはですね、引き続き、同志を集めつつ、しっかりとプレイをやっていければいいかなと思ってます。では一旦ここで終わりにして、次回この続きでまたお会いしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また
動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。